大事な勝ち点3が手に入りましたので、いかがでしたか、今日の試合。まあ、昨年とホームで全然というか、まあ、勝ち星上げられないままシーズン終了してしまって、まあ、去年の開幕戦はすごい悔しい思いしてますし、まあ、そういう意味でも今日は、まあ、本当に勝ちたいって気持ちは強かったです。今日キャプテンマークを巻いてピッチに立ちましたね、はいはい、やっぱりちょっとこう気持ちまたチームを引っ張らなきゃという気持ちもありましたか。そうですね、その、まあ、昨年も永井さんが古巣、まあ、愛媛ということもあって、まあ、キャプテンやらせていただいて、まあ、そういう、まあ、思いというか気持ちに応えたいと思って、まあ、ピッチに入りました。十分応えた活躍でしたね、はい、ちょっとあの2得点聞いていきたいんですけど、まず一つ目、こう相手をうまく切り返して相手をうまくかわして、最初私クロスかなとも思ったんですけど、まあ、あれ狙ってたんですね。そうですね、最初左足でキーパーとディフェンスの間にハイボール入れようかなと思ったんですけど、多分それをあの相手のディフェンスの選手がちょっと気にした感じがしたので、まあ、切り返して、それまでシュートちょっとあんまチームとして多くなかったので一本振りたいなっていうのは持ってはいました、はい、狙った通りのコース。そうですね、ちょっとあの自分でもびっくりするぐらい思い通りに蹴れちゃったんで、はい、狙った通りでは、はい、あの角度のないところだったから、はい、もうあそこしかないですよね。なんかね、そうですね、ああ、はい、まあ、入ってくれってちょっと願いつつ、はい、入っていることです。あれでこうぐっとこうやっぱ試合の流れをつかんだって手応えもあったんじゃないですか、こう流れ的にも。そうですね、まあ、自分たちのやりたいことっていうのはできてた時間がほとんどだったんですけど、まあ、その中でも自分たちのミスが出ちゃったりとか、まあ、ちょっと、まあ、今年初めてアジスタでプレーして、その芝の感じとか、まあ、フィーリングでちょっとミスが出たりとかもあったので、まあ、そういう意味でも、まあ、みんなちょっと落ち着けたかなっていうのはあったので良かったです。もう1点目の方が、あの若狭選手からのボール胸トラップから、はい、あれ簡単ではないかなと思うんですけど、まあ、1点目あれが入ったので、はい、まあ、ちょっと勢いでというか振ったら、まあ、いいところに行ってくれたって感じだったんですけど、はい、若狭選手もあの奥見えてたんだと思ったんですけど、もうあ来るなっていう風に感じてらっしゃったんですか。そうですね、まあ、そこまでの展開から、まあ、クロスまでの流れっていうのはチームで今までやってきたことですし、まあ、そのワイドの選手があそこにポジション取るのも、まあ、チームとして決まってますし、まあ、その中での、まあ、ゴールだったと思うので、本当チームで取ったゴールだと思います。あのシーンもですけど、幅をうまく使ってベルディらしい攻撃が今日随所に出せたんじゃないかなと思うんですけど、手応えいかがでしたか。まあ、本当にこの、まあ、1年半永井さんの下で積み上げてきて、まあ、今年はさらにバージョンアップしてやろうっていうのをテーマにずっとやってきたので、まあ、そういう意味でも、まあ、今日3点取れましたし、ゼロで終わって、まあ、もっとなんていうんですかね、勝ちとかゴールにみんな飢えてると思うので、まあ、一つ一つ、まあ、さらに積み上げて、まあ、やっていきたいと思える試合でした。もう1点取れたそうでしたそうですね、まあ、正直取りたかったですけど、まあ、なかなかそういう局面もまあうまくなかったので。でもチャンスありましたけどね、まあ、そうですね、決めたかったですね、まあ、次に取っておきます、はい、でもあの橋本選手もこういいボール入れたりとかして。そうですね、どれかゴールにつながればリクトとユアンだったかな、あれも決めてくれればよかったですけど、まあまあまあ、はい、よかったです。さっきあの愛媛のスタッフの方にも言われてましたけど、はい、お前愛媛に点取ってそうですね、本当、まあ、去年はあのニンジニアスタジアムでゴール取って、一昨年はアジスタで取って、まあ、3年連続で愛媛相手に取らせてもらってるんで、まあ、古巣で本当に、まあ、いつも言うんですけど、まあ、いろんなところで応援してくれてる方いて、愛媛でも変わらず今も気にしてくださる方いるので、まあ、そういう方に頑張っている姿を見せられればいいなと思ってたので、まあ、そういう意味では良かったです。個人としてもチームとしても最高のスタートが切れたように見えるんですが、いかがでしょうか。そうですね、本当やってきたことが出てるっていう印象なので、まあ、これを継続できるのかと、まあ、本当に最後12月に一番上に入れるかどうかだと思うので、まあ、これから、まあ、本当いい時ばかりじゃないと思うんですけど、みんなで、まあ、一緒になって、まあ、乗り越えていきたいなと思います。